平野紫耀の弟陸、ツーショット公開で反興奮も、便乗商法を容認と賛否両論。2023年7月、キング・アンド・ピスの元メンバーである平野紫耀がジャニーズ事務所を退所し、株式会社トベへの遺跡を発表しました。その後、平野の弟である平野陸が、兄弟のツーショット写真をインスタグラムに投稿しました。 この出来事について、ファンの反応は賛否両論となっており、便乗商法についての議論も巻き起こっています。平野氏用と陸兄弟の関係性。平野氏用と陸兄弟の関係性については、長らく謎めいていました。陸氏はアパレルブランド r k s キィの代表を務め、アーティストとしても活動しており、 その存在はジャニーズファンの間で話題になりました。この話題は2020年7月頃に平野の弟がアパレルブランドを立ち上げたという情報が広まり RKS リキーを持ちメイドを上げたことに始まります。平野仕様は以前、 テレビ番組に出演した際、僕の弟が陸っていう名前なんですけど、それはちょっと漢字わからないですね、と語っており、RKS リキーへの代表者と名前が一致することから、彼が弟であることは確定とされていました。平野志洋がジャニーズ事務所に所属していた頃から、 彼のブログや SNS には r k s キ k 関連の写真や投稿が参見され、一部のファンからは、シオ君も来てたよねステルスマーケティングにあたるのではなどの疑念が生まれました。便乗商法の疑念に対する批判も多かったのです。リク士の活動。リク士は単なるアパレルブランドの代表者ではなく、幅広い分野での活動を展開しています。 2021年10月には、フォトブック、ヘ平リックスタイルフォトブックリクーを発売し、2022年3月には舞台、テイルズ・オブ・アライズ・オンライン・シアター・リベレーターズ、希望を託されし、解放者たちニューアテンプと、デクシ者デビューを果たしました。 さらに、2023年6月には YouTube チャンネル、ヘイヤリクリクチャンネルを開設し、自身のダンスや音楽に関する活動を発信しています。幼少期からダンスを始め、兄弟でダンスユニットを結成し、数々のコンテストで優勝するなど、才能を発揮してきた経歴を持っています。 アーティストとしても、ダンスや音楽を通じて多岐にわたる分野で活動しています。兄弟のツーショット写真とファンの反応。2023年10月19日、陸氏は自身のインスタグラムに、仕様とのツーショット写真をアップし、お互い頑張ろうねん、とコメントを添えました。この投稿によって、二人が兄弟であることをほのめかす形となりました。 しかしながら、陸氏や彼のブランドについては、便乗商法に関する否定的な意見が以前から存在しました。一部のネットユーザーは、弟には兄ちゃんを使って売名してほしくない。弟は兄のファンにシヤホヤされて、お金を稼いで恥ずかしくないのかなどといった意見を表明し、便乗商法について批判的な立場をとっています。 一方で、兄弟のファンからは、前向きな反応も多く寄せられています。しようく君とりく君くのツーショットを見れる日が来るなんて平野兄弟最高すぎるいいことじゃん素敵な兄弟なのに。など、兄弟の協力を支持する声も存在しています。SNS 上での交流。平野潮が、飛べ、に所属することで、 ジャニーズ時代は制約があった家族との写真公開も解禁されたと考えられます。ただし、平野自身は陸氏の投稿について触れていないようです。今後、SNS 上での兄弟の交流やコラボレーションに注目が集まることが予想されます。平野仕様の弟である陸氏が自身のインスタグラムに兄弟のツーショット写真を公開したことで、 ファンの間では賛否両論が巻き起こりました。便乗商法に関する議論が活発化する中、兄弟のファンからは温かい指示の声も寄せられています。今後、兄弟の SNS 上での交流や活動に注目が集まることになりそうです。